はい、皆さん、こんにちは。えー、帝国四時を参りましたので、えー、第25回目の日本の未来を考える勉強会、開催いたします。それでは、えー、呼びかけに代表であります安藤先生よりご挨拶をいただきます。 先生方お忙しいところご参加をいただきましてありがとうございます、えー、この日本の未来を考える勉強会今日はですねよくわかる MMT 現代貨幣理論解説ということで、えー、評論家の中野隆先生にお話をいただきますまあ実はこのテーマで、えー、この勉強会で、えー、講義をいただくのは3回目でございますおととし去年と同じテーマでこれは話をしていただきましたまあやはり この MMT、現代貨幣理論ってなんか難しそうに聞こえますけれども結局、お金とは何かと。 お金の本質は何かということの事実を述べている、まあ、そういう理論でございますので特に新しい経済学説とかですね、あのー、難しいことを言っているわけではなくてですねお金というものをよく考えてみたらこういうことですよねということを言っているに過ぎないということでございます、まあ、そうすると税の役割というのもどういうものなのかということがまたおのずと見えてくるということでございますので、まあ、昨今、ですねアメリカの方で えー、アレクサンドリア・オカシオ・コルテスさんですか、まあ、そういう下院議員の方が、まあ、かなりこの MMT 現代貨幣理論、まあ、日本では現代金融理論というふうに新聞記事でも書かれることもありますけれども、まあ、どちらかというと現代貨幣理論の方が、まあ、役としてはふさわしいんではないか。 といいう,うな意見もございます、まあ、それで、そのアメリカの方でですねアレクサンドリア・オカシオ・コルテスさんが、まあ、これを使ったらどうかということを主張しそして、またそれを理論的に裏付けをしているステファニー・ケルトンという,うニューヨーク州立大学の教授の方がですね最近、頻繁にいろんな発信をしております、まあ、またあ、こういったことでいろんな話題になってきておりますので改めてですねこの現代貨幣理論 今日は皆様とともに勉強していきたいというふうに思っておりますまあおととこの勉強していただ勉強あの講義をしていただいたのはこの富国と共閉というですねこの分厚い本を中野先生が書かれておりましてまあ、これの中に現代貨幣理論の解説がありますでこれをですねまあこれを 私も読,読ませてもらいまして、まあ、これでやっぱりお金の本質をちゃんとわからないと我々政治家はいけないよねということでおととしに最初の講義をしていただきましたで去年も同じテーマだったんですけれども、まあ、最近 MMT がかなり話題になっているということでまさに今日は「目から鱗が落ちる奇跡の経済教室」というこの本が今日発売になっておりますのでこの分厚い本はちょっと。 もう見るだけでちょっと無理だなと思う方は結構多いと思いますがこれは目から鱗が落ちる季節の経済教室そしてキャッチコピーにはですねあの、こんな難しい話をこれ以上簡単に書くのは無理だということを中野先生がおっしゃっておられますのでぜひこれを読んでいただいてこの m、MM、m t に対する理解をまた深めていただきたいというふうに思っておりまます。す。どううぞよろししくお願いいいたしますありがとうございます。 えー、評論家であります中野武先生よりよくわかる MMAT 解説ということでご講演をいただきます中野先生どうぞよろしくお願いいたしますはい、まあ、ご紹介を預かりました中野でございます着席してお話しさせてください、はい あのー、昨今、あのー、話題になっています MMT 現代貨幣理論モダンマネタリーセオリーについてちょっとあの分かりやすく説明するようにというご指示だったものですから、えー、参上しまして簡単にご説明を申し上げます。 えー、あの念のため申し上げますが、これからあの申し述べることは私、個人の見解でございまして、所属する組織の間違った見解、あ間違ったじゃない、<laughs> 所属する組織の見解とはあの異なりますので、えー、よろしくお願いいたします。でえー、まず昨今、あのー どうして話題になったのかというのは、まあ、ご承知の方もおられるかもしれませんけどアメリカの方で2019年の1月ですがその前の年の選挙で史上最年少議員として当選して脚光を浴びましたアレクサンドリア・オカシオ・コルテス議員が MMT の支持を表明したということで突如、なんだそりゃということで。 脚光を浴びました。で、どうも聞くところによりますと、えー、主に SNS を通じて議論が広がったようでございます。で、これについてまあ,あの後でご紹介しますが、著名なですね主流派の経済学者とか政策当局あるいは投資家とかアナリストとかが、軒並みこのまあ MMT をボコボコに批判を えー、してちょっとした騒ぎになりまして、まあ、みんな、まあ、MMT なんかおかしいおこるですと、まあ、なんかそんなこと言って, <laughs> 言っていて、まあ、普通はここまでボコボコにされると、まあ、それで終わるんですけどなんと MMT のおー経済学者であるステファニー・ケルトン、えー、こうした人たちはですね、えー、完全と反論をいたしまして大論争に巻きを巻き起こしたようでございます。でこの論争はは、まあ、欧州にもお、ま、たでは日本にももまたで日本 でも話題になっているといったことでございます。でなんかこれだけ申し上げますとなんかポッと出たの,あの新規な理論のような感じがしますけれども実のところこの MMT は古い円元がございまして20世紀初頭の、まあえー、クナップというドイ,ドイツの 経済学者ですが、クナップやあるいはかの有名なジョン・メイナンド・ケインズあるいはあのジョシュ・アロイス・シュンペーターの影響も受けておりまたアバラーナハイマン・ミンスキーこういったそうそうたる 大経済学者のですね業績を基礎としてございまして1990年代と聞いておりますがこのミンスキーの弟子にあたるエルランダ・レイという先生やあ,のあるいはオーストラリアのミッチェルという先生あるいはこれは投資方ですがモズラーあるいは先ほどのケルトン こういった人たちの貢献によって、えー、一つ整合性のある理論体系として、えー、90年代に出来上がっていたということで脚光を浴びたのはごく最近ですけれどもまあずっと前から実はあったということでございますで、えーまあ、主流派経済学の教科書とかには全然出てこない、えー、多分主流派経済学者も MMT ってなんよく知らないだろうと思いますがまあそういった意味じゃ主流派と違うので異端の学説だとまあ 言っていいのかもしれません、多分あの日本の経済学者もケルトンとか、まあ、ミッチェルとかですね、まあ、そんなのはいたんだというふうな感じですので、いたん学説だというふうに言われてるのは嘘です。で、えっ、ー、と、昨今ですね、MMT が話題になりましたが、4月17日の財務省の財政制度と市議会の資料で、4ページぐらいにわたって MMT が取り上げられてございますが、 まあちょいろいろ書いてはございますけどちょっと字が小さくて読めないという感じなので飛 <laughs> ばしていますが要するにあの先ほど申し上げた主流派の経済学者とか FRB の議長あるいは元議長とかですね、そういったそうそうたらノーベル経済学賞を取って また、えー、ポール・クルーグマンとかそういった人たちが、えー、とんでもない議論だというふうに、まあ、批判をしているというのがずらーっと精力的にまとめたもんですがまあ、並べてあるということでございますで、これが非常に興味深いんですけどもこれだけ主流派の経済学者とか政策当局の主な権威ある人たちがまあ 批判をしている理論でですので、まあえー、よく知らない方はです、ねまあ、ああ、なんかとんでも理論が出てきたんだろうというふうに思って、まあ、あの取るに足らん話だと、えー、昨今の,その、えー、ポピュリズムに乗っかって、変なフェイクニュースじゃない,ないですが、変な理論が出てきたんだって、まあ、こういうふうな感じで片付けられるのがまあ普通の反応かと思いますが。 ちょっと考えてみるとです、ね、まあ、そういうとんでも理論なのによくもまあこれだけそうそうたるメンバーが無期になってです、ね、<laughs> 批判をするもんだなというようなことはこれはこれでまた面白い話でございまして今日はまあそういったことも念頭に置きながら、えー、なんでそんなにみんな無キになって叩いているんだろうということを特に中心として <laughs> MT というのは何かについて、えー、専門用語とかできるわけなしで、えー、ご説明をしたいと思います。 多分ですね MMT、いろいろ整合的に体系的な理論であるんですけど最も、まあ、誤解を恐れずに最も簡単に MMT を理解しようとすると多分こうでございます。MMT の理解、主張というのは、まあ、に日本、アメリカ、イギリスのように、まあ、自国通貨を発行できる政府、まあ、厳密に言うと政府と中央銀行は、まあ、要するに財政破綻、デフォルトしない債務不履行はしないと。 でデフォルトしてる事例っていうのは、まあ、外貨建ての国債のみであって自国通貨を発行できるんだから、えー、自国通貨を返せなくなるってことは、まあ、論理的にありえないというようなあのことですしたがってで財政破綻はしないデフォルトはしないので政府はいくらでも好きなだけ支出ができると、えー、いうことになります要するに財源の心配はいらないと。 いいらないんだけれどもただ供給の方に制約があるといくら欲しいと言っても作れないんだったら、まあ、買えなくなるのでそれは困ると子どもでもわかる議論なんですがところがああ MMT を批判する経済学者とかはたそんなうまい話はないなんかフリーランチはないってよく言うんですね経済学者ただ、ただ飯はないとフリーランチはないって言うんですけど実はこの MMT の理解は実はフリーランチはあると言ってます。 いくらででも好ききなだけランチを注文できると。と。の心配は無用とただランチの数に限りがあると注文しても出てこないことがあるからそれは困るけどねって、まあ、そういう話なんですね。でえこんなうまい話があるかっていうふうにまあ思うもんですから皆さん批判をされるわけですが実はここ,のここに書いてあることそれ自体は先ほど MMT を批判する人たちも実は同意を しているあるいはすることができる単なる事実を述べているだけだというのが面白いところでございます。これはその財務省のホームページに出てましたが GDP 比債務残高が日本は最悪ですとよく見るグラフですけれども、えー、最悪なんですが、えー、事実上財政破綻この前したギリシャや財政危機と言われているイタリアはですね GDP 比の債務残高が日本よりもはるかに小さいんですね。そんなのにどうして あのこっちが先に破綻とか言われるようになったんでしょうかと、えー、もしギリシャが破綻する水準でしたら実は2006年に日本はもう特に破綻をしてるはずなんですがこの、えー、それがそうなってないからくりは簡単でギリシャとイタリアはユーロ加盟国すなわち自国通貨を発行をもうできなくなってるんですねユーロは発行できないギリシャ政府やイタリア政府はですね でまあ、そういう場合はあの先ほどの自国通貨建てではないのでその場合はあのデフォルトのリスクはあるとただ、日本あるいはあのイギリスやアメリカはないと。 いいうようよなことでございますで自国通貨建ての国債はデフォルトはしないっていうのは実はあの財務省も同意をしているはずでございましてこれ、財務省のホームページにあるんですが2002年の5月に、えー、っと確かです、ね、外国の格付け会社が日本の国債の格付けを格下げをしたら激怒したのか財務省は反論の意見を出したそれが出てますがそこにちゃんと日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないと。 ま書いてございまして、したがって、MMT のこの議論に関しては、MMT を批判する人たちも多分受け入れていると、えー、いうことだと思います。えー、ご参考までに、財務省のホームページで、国債は手軽で安心、選ばれる理由がありますとありまして、元本割れなし、国が発行だから安心って書いておりまして、やっぱりが、 日本政府の公式限界も、そのえー、日本の国債、えー、円建ての日本の国債っていうのは、デフォルトはしないということで、ここまではいいと思います、ただ、ここからそのだんだん議論が、えー、ややこしくなるんですけど、じゃあ、政府はそのデフォルトしないで、財源の心配がないんだったら、じゃあ、何のために税金を取ってるんだろうかって議論になります。 でここは MMT はこう答えておりましてこれは大変興味深い議論なんですが私は多分これ正しいと思うんですけども、えっとそもそもです、ね、政府っていうのは通貨円とかドルとかポンドとか通貨をまあ法律で定めますが次にやることは政府はです、ね、国民に税を貸しましてでその税の支払いはその自分たちが決めた通貨円日本だったら円で払いなさいと。 ということで納税手段として自分,たち自分で決めた通貨を納税手段として決めるとそうすると何が起こるかというと円とかドルとかそういう通貨はです、ね、納税義務を解消するための手段としての価値を持ちます。 そうすると、まあ、ある意味あのよく子どもの時からよくそういう議論ってありますけどもお札って紙切れ1万円札って単なる紙切れであれがなんでお金という価値があるんだろうって子どもでも不思議に思うんですけどもこれがややその、えー、税金を課せられてそれをあの義務を果たさなきゃいけないんだけどその通貨で払えば納税義務が解消されますと納税したことになりましてこういうことになると確かにその、えー、単なる紙切れに価値ができるわけですね。 で実はあのそういういわゆる俯瞰紙幣お札であの、えー、金か何かと買えるとかそういうことは決まってないようなお金が何で価値を持つかつというと実は納税という制度と密接に関係があるというのが MMT の洞察でございますそうすると納税義務の解消手段として価値を持つとみんなそれ欲しがるのでそれで価値を持つので例えば取引の手段とか貯蓄の手段に使われていわゆるお金として。 流通すしたがって、えー、お金通貨とですね、えー、納税っていうのは非常に、えー、重要な関係にあるということでございます。でもう一つ税、政府はですね財源の心配がないって言ったらじゃあ税金は何のためにあるのかっていうことにもう一つの洞察はですね、えー、っと租税はその財源政府は財源の心配がないんだから、租税は実は財,財源を確保するための手段じゃないと。 そうではなくて、て経済を調整するるための手段として税はいるんだと。し税いんだ例えば税を軽くすると何が起こるかというとあの納税義務の手段としての,あの通貨ですけど税を軽くすると、えー、通貨で納税するっていうその需要が低まるので、えー、国民は金よりも物を欲しがるようになると要するに納税需要が低,まるので、えー、低くなるので、えー、お金の価値が、えー、下がるわけですね。 お金の価値が下がるというのは、裏を返すと物価が上がるということで、これはインフレ圧力になるということでえあります。で、じゃあ、なんで財源の心配がないのに無税国家に、財源の心配がないのなら税金いらないじゃないかっていうんですけど、無税国家にするとですね、物価がもうえ上がって上がって上げ見ざわになるということで、ハイパーインフレになっちゃうわけですね。そうすると、じゃあなんで税金を、 えー、やも,もが必要かというとハイパーインフレにならないようにするためだということでございますで逆に、じゃあ,、えー、とじゃあ税を軽くすると、えー、物価が上がるのであれば逆は当然税を重くすると今度は、えー、税金をみんな払わなきゃいけなくなるので、えー、お金を使わないで税金払うために取っておかなきゃいけないわけですね、それで、えー、国民はもう物よりも金を欲しがるようになります。 で、金掘りがしがるようになるということは、えー、お金の価値が上がるということですね。上がるってことは、裏を返すと物価が下がるってことなので,で、これはデフレ圧力ということで、えー、税を重くするとデフレ圧力になる。だ増税っていうのは従ってデフレの、えー、を引き起こすということになります。で、そういった意味じゃ、その物価のを インフレ,フレにしたりデフレにしたりデフレにわざわざする人はないと思うんですけどインフレにしたりデフレにしたりというなのに税があの手段として政策手段として使われると他にも税の使い方というのがあって例えばお金持ちにより重い所得税を課すと当然所得格差が是正できますしたがって平等な社会を作るための手段として税制はあると財源確保の手段じゃなくて平等な社会をつるための手段あるいは温室効果ガスの排出に 税を課すといわゆる炭素税ですそうすると温室効果ガスを抑制できますこの,前この場合は税は財源確保の手段ではなくて、えー、地球温暖化抑止の手段になりますこうやって、えー、自分たちの経済を、えー、自分たちで望むような形にするのに税というのを使うわけですねで温室効果ガスの排出に税を課すと温室効果ガスが抑制できるわけですから消費に税を課すと消費が抑制することができますということになります でえー、これはなかなかその、えー、政治家の先生方はなかなかその有権者に説明するのに苦労されると思いますが。 なぜならば、その有権者で口のある有権者はすぐにですね国会議員やその公務員というのは税金で食っていってるんだからみたいなこうえおっしゃり方をするわけですがいや実はあの公務員とか議員はあの税金で食っていってるわけじゃないんですとえじゃあ、あ何のために税金は取ってるんだっていやこれあのインフレを抑止するためですとかですねまあなかなかそういう説明を <laughs> すると多分あの有権者の方は怒ると思うんですけどもでも実はそれが。 事実だとということでして財源の心配がないというのは自国通貨建てはデフォルトしないというところから当然の帰結としてこうなるはずなんですね。でまあその温室効果ガスの排出を抑制したければ税を課せということで消費を抑制したければ税を課せということで、まあ、実際ですね消費に増税すると税制が抑制できるということあ消費が抑制できるという効果が、えー、ございまして。 消費増税5%の時に、このブルーの線ですけど、えー、消費増税5%の時に、えー、見事に消費が抑制されてございます、でだんだん復活する,するんですけれども、えー、消費税8%の時も抑制をしていますということで、これはその消費税5%の下がり方、8%の抑制の幅というのは、リーマン・ショックや東日本大震災と同じぐらいの抑制効果がございます。 なんで抑制したかったのか私はよく知らないんですけども,でも同じぐらいの効果ありますで同じぐらいの効果あるだけじゃなくて抑制効果は消費税5%や消費税8%はリーマンショックや東日本大震災よりも長く抑制をするということでえ消費税による消費抑制効果っていうのはリーマンショックや東日本大震災よりも効果的だということでえございますさてとえ税金は財源ではないと いうことになってで自国通貨建ての国債はデフォルトしないということは MMT の批判者や日本政府だって認めてることなんですけどじゃあ、なんで MMT は批判されているのでしょうかと申しますと、えー、いろいろあの、いろんな人の批判をまとめるとですね大体、だいたいこの1か2のいずれかあるいは両方になってます。MMT 批判のの一つははですね財政赤字の拡大は えー、インフレを招くと、だから問題だということ、でもう1つの批判は、ですね財政赤字の拡大っていうのは、民間貯蓄の不足を招いて、金利を高騰させると、だからまずいと、大体いいこの2つでございます、じゃあ、1あつずつ検討してみましょう、えー、MMT 違反の1、財政赤字の拡大、インフレを招くと違反なんですけど、これ、反論というか、MMT は何んというかと、いや、その通りと。 俺もそう言ってるけどっていうことなんですねで。ということはデフレとか低インフレ、まあ、デフレは日本で低インフレはアメリカですけど、デフレは低インフレならば、じゃあ財政赤字を拡大しても問題ないよねと。だって、インフレになるから問題なんで、インフレじゃなければじゃあ問題ないよねと。っていうか、財政赤字を拡大するとインフレになるってことは、デフレ脱却には財政赤字の拡大が効くって、あ,あなたは認めてないっていうことなんですね。 いやもっと言うと財政赤字の拡大でインフレを招くってことはじゃあ財政赤字を削減するとデフレになるってことでいい今、日本デフレと悩んでてデフレ脱却したいと言ってんだけどで、まあここで多分批判は黙らなくて多分次の質問でだからちょっと待ってほしいとまあこれ朝日新聞がよく言うんですが <laughs> だ,だからといって財政規律がないというのはまあいかがなものかと。 いうような、まあ、あのことなんですけど、これに対する、おそらく MMT だったらこう反論するのかなと思うんですが、財政規律って何ですかと、プライマリーバランスの黒字化ですかと、GDP 比財物残高をどうするかってことですかでもそれは関係ないんじゃないですかねと、だって財政破綻しないんだからとで、心配なのはインフレなんでしょうと。とてことは、財政規律はインフレ率にしたらどうと。 要するに、例えば、インフレ率が、まあ、例えば20、20%とか30%になったりすると困るんだったら、じゃあ4%ぐらいにしとくと。目標のインフレ率を4%にして、4%になるまで財政赤字を拡大して、4%になりそうだればなったら、やめる。これだったら、財政規律になってるから、問題ないんじゃないんですかと。点点点点ということなんですね。で、ちなみに補足ですが、 MMT の批判者の中でもポール・クルーグマンローレンス・サーマーズといった、えー、大物の主流派経済学者や、えー、IMF の専務理事のラガルトさんなどは MMT 批判はしてるんですけど、一方でですね、デフレや低インフレ下での財政出動の、えー、は有効だとかあるいは必要だとすら言ってる人もいるということで実は MMT を批判する人たちもの中でもこの、えー、財政赤字がインフレを起こすってことは、まあ 実は MMT も賛成してるし批判になってないですしいやむしろえ財政赤字を拡大した方して必要なもののためにお金を作った方がいいんじゃないかという主流派の経済学者もいるということですじゃあもっとハードな批判者はですね MMT 批判のインプラスと書いてますけどハードなもっと強硬な MMT 批判者はこう言います一旦財政規律を緩めちゃって 財政赤字の拡大をもう認めたら最後、もう高インフレになって止まらなくなる、どうしてか、財政赤字が拡大したからそれを止めるために、歳出削減や増税をすればいいじゃないかというけど、そういう痛みを伴うことは、歳出削減や増税のような痛みを伴うことは国民が嫌がると、そうすると選挙でが勝たなければいけない政治家は、えー、国民が嫌がることできるわけがないと。 したがってだらだらと国民が求めるまま、えー、歳出を拡大し続けて、えー、増税をから逃げ回ってそれでインフレが止まらなくなるんだこういう議論をするんですけどこの批判は私に言わせると驚くべき議論でこれは何を言ってるかって自分で言ってること分かってるのかなと憲法83条の規定で、えー、国会が財政を決めることになってますね財政民主主義というのは憲法83条で決めているわけです。 でそれでやってると財政赤字が止まらなくなってインフレになるって言うんだったらじゃあ財政民主主義なんかやめろって話になりますよね。で、そんなに政治が信用できないんだったらじゃあ国会を縛る財政規律なんてあったらこれ憲法違反ですから <laughs> 何を言ってるんですかって話なんです。それから少なくとも日本は過去20年間財政赤字を拡大しすぎて高インフレが止まらないなんていうことにはなってませんしそれどころかインフレどころかデフレなのに消費増税を決断したんですよと。 なんでできないっておっしゃるんですかということですね。で、補足ですけど、よくハイパーインフレっていうのを言わないですけど、ハイパーインフレの事例っていうのはですね、えっ、ー、と、民主主義で財政赤字が拡大主義で止まらなくなったなんていう例は実は歴史上ないんですね。あるのは、インフレっていうのは需要に追いつかない、供給が足りなくなるというのがインフレになりますけれども、例えば第一次世界大戦後のドイツがそうですけど。 戦争で供給が破壊されたとか内戦で、えー、混乱して必要なものを作れなくなったあるいは、えー、ジンバーブエのムガベ政権もハイパイルになりましたけどもう独裁者がむちゃくちゃな政策をやった、えー、あるいはですねもう1つ言えるのは、えー、90年代ですけども、えー、旧社会主義国が資本主義国に移行するときの混乱こういったときはです、ねえー、インフレになると。 特にあの政府が内戦とかで壊れると、ですね、徴税権力もなくなっちゃうので、ちゃんと調税できなくなるので、そうするとお金の価値っていうのは、バーッと下がる、でインフレ、ハイパーインフレになると、さっき申し上げたように、お金っていうのは、徴税権力と密接に不可分だからっていう、MMT の議論を立証してるわけですね。で、日本の場合は、ですね、あのバブルの崩壊が、 あって資産価値が半分になるというバブルの崩壊でしたので当然、ですね物価がどーって下がってこのままデフレに突入する危険な時に消費増税をやりました消費増税ですからあの増税分だけ物価が上がって見えるんですけども当然、その後その消費を抑制するのでダーンと下がって日本は1998年からデフレになっていまだに抜け出れられていないという中で抜け出れるかなというような雰囲気の時に2014年に消費増税をバーンとやったのでまたこう起こっちゃったと。 いうことでして、まあ、ずっとデフレあるいはディスインフレ低インフレだったにもかかわらず消費増税をなんと日本って2回もやってるんですねこんなことができるのになんでインフレが止まらないから消費増税って言ったら国民が嫌がると思うんですかねということですね。それから インフレを抑制する財政赤字を削減するのは歳出削減や増税は難しいっていう話も怪しいんですけどそもそも歳出インフレの抑制の方法は歳出削減や増税だけではないんですねこれは主流派の経済学の教科書にも書いてあることですけど自動安定化装置ビルトインスタビライザーと言われる議論がありましてこれは何かというと所得税のことですね、はい、所得税っていうのは不況の時はあの無,無所得者 は非課税ですから、不況の時は負担が楽なんですが公共になるとみんな所得を得るので税金を取られるということで公共になると負担が重くなり不況の時は負担が軽くなるって構造になってますので公共でインフレになって景気が過熱しそうになると自動的に税収が重くなって財政赤字を縮小インフレを抑制するっていう仕組みになってます社会保障支出も同じで、えー 公共のときはもう別にそんなに失業対策とかいらないので、えー、勝手に縮小し、えー、不況のときは苦しい人たちが失業者がいっぱい出るので社会保障支出が拡大してそれで、えー、景気を下支えするというようなこういう効果がありますので実はインフレをある程度自動的に抑制しますちなみに消費税というのは、えー、公共だろうが不況だろうが、えー、確実に税を取る税ですのでこの自動安定化装置は弱い。 所得税はこういう自動化安定化装置が強いので所得税、インフレが心配だったら所得税をやっといた方がいいということになりますそれから伝統的にはです、ね、インフレを抑止するのは金融を引き締めしてインフレ退治というのがまあよくやられる手法でして金融を引き締めればまあインフレというのはすっと収まるということでそんなにえ難しいものではないとでちなみに MMT はこのインフレ抑制方法について、えー、興味深い提案をしてまして終了保証プログラム ジョブギャランティープログラムってこれ財務省の資料にも何か紹介されてましたけどこれはどういうことかと,と自動安定化装置の雇用版ですどういうことかと,とまずですね不況の時は公共部門が最低賃金で労働者を雇っておくので失業者がいないとでインフレになると今度は民間が人手不足になるのでそうすると公共部門で,部門で雇ってた労働者が放出されて 民間部門に行くので、えー、賃金上昇もこれで抑制されるというこういう、えー、非常に面白いアイデアだと思いますがこれもある意味自動安定化装置ですねまあ公共部門があのデフレの時とか不況の時に労働者を雇用するっていうのは、まあ、大ざっぱに言えば公共事業もそうですし、まあ、公務員を増やしましょうっていうことでもあるわけですねまあそれをもっとあのえーえー 洗練された形で言ったのが、まあ、MMT の就労保障プログラムということで実は歳出削減や増税を無理にやらなくても自動的に歳出は削減されたり増税効果があったり、まあ、そういった仕組みが実はあるんですね。ということですしたがってインフレ財政赤字の拡大でインフレになるから MMT はおかしいという議論というのはほとんど意味がないということになります。 2番目の MMT の批判は金利が高騰するという議論でございまして財政赤字を拡大するとですね、まあ、いずれその財政赤字をファイナンスしている民間貯蓄っていうのがそのうち不足するだろうとそうすると民間貯蓄が不足するとお金が足りなくなって金利が高騰すると金利が高騰すると財政,破綻財政負担が膨らむぞというふうによく言われるんですけどこれはですね さっきのインフレを起こすぞと違ってインフレを起こすぞっていうのはその通りなんですけどこちらの方は実は根本的な事実誤認でございましてこれはもう財政赤字が結論から言えば財政赤字の拡大が民間貯蓄の不足を招くってことはありえないんですねでこれは MMT もそう主張してますけどこれは実は MMT 固有の理論ではなくてこれは単なる事実ですこのことを、えー、理解するためにはですねそもそも、えー、お金を 貸すとかお金を借りるっていうことが何なのかということを理解する必要がありまして、それは信用創造という議論でございます。で、これは何かというと、えー、普通一般にあるいはまあ,あ、えー、特に子供なんかそう思っちゃってるんですけど、銀行っていうのはですね、どういう働きをしてるかと,いうと個人や企業からお預金を集めてきて、それを元でに企業とかに、えー、貸し出しを行ってると預金を集めて貸し出しを行ってるってまあ素朴にみんなそう思っているんです。 実これは実は根本的な間違いで電動説と地動説ぐらい間違ってまして実際にはこうです銀行が貸し出しを行うと預金が生まれると因果関係が180度違うんですねつまり貸し出しをやると預金が生まれると元,手元手がないところからないのに貸し出しをしてでそうすると預金が生まれるこれを信用創造と言います。 これをまあ,あの、私も最初にこれをしたときはマジマンジと思ったんですけども、でもこれが本当なんですね。で、えー、例えば銀行員がは何をしているかと、手元にある1000万円を借り手に貸してるんじゃなくて、借り手の口座に1000万円って記帳するだけなんですね。そうすると1000万円の預金が借り手の口座に生まれますと。 でこれをあのファウンティングペンマネーとあの万年筆マネー要するに昔は銀行員が万年筆であの記帳してたので万年筆で記帳したらいきなりお金が生まれるというので万年筆マネーというふうにまあ言われていますが今でしたらキーボードで叩くのでまあキーボードマネーと言ったほうがいいかもしれませんで逆に今度は借り手が返済すれば預金が消えますので。 貸すとお金が生まれて返すとお金が消えるということになりますこれが実は信用創造という仕組みでこれがもう近代資本主義経済の根幹にある銀行制度の秘密なんですねでこれはそのこの貸し出しが預金を生むっていうこの不思議な現象は銀行だけができます あの銀行以外はこんなことはできません銀行以外は、まあ、こ,っちこっちですね <laughs> 銀行だけがこれをできるということで実は銀行っていうのは、えー、預金という通貨を創造できる特別な制度になってございますでこれはあのー、実は中央銀行とか銀行員の方も多分ですねご,ご存知で中央銀行はもうみんな知ってるはずで例えばこれイングランド銀行の、えー、がですね2014年にマネークリエーション・イン・ザ・モダン・エコノミーってやっぱりその えー、銀行制度についての誤解が多いものですからそういうその、えー、簡単なあの解説文をです、ね、書いてるんですが、えー、そこにこう書いてあるのは商業銀行っていうのは新規の融資を行うことで銀行預金という形式の開閉を想像するんだとイングランド銀行の見解もそうなんですねあるいはまあ日本でも全国銀行協会の冊子を見てましたらこんなこと書いてあって銀行が貸し出しを行う際は貸し出し先企業 X に現金を交付するのではなく X の預金口座に貸し出き基金相当金額を入金基調するつまり銀行の貸し出しの段階で預金は想像される仕組みであるということになっています。 我が国の国会でも日銀総裁がそう答えていて、えー、かの有名な西田昌司議員がですね、平成31年4月4日の決算委員会で聞いておられまして、銀行は信用創造で10億でも100億でもお金を作り出せる。借り入れが増えれば預金も増える。これが現実どうですか、日銀総裁と言ったら日銀総裁が震え上がった、震え上がったかどうかは別にありませんけど、えー、銀行が予診行動をすることで預金が生まれることはご指摘のとおりですということで、実はこういうことなんですね。さて、 貸し出しが預金を生むので、預金が貸し出しを生まない。これが重要なポイントです。ってことは、銀行の貸し出しっていうのは元手となる資金の制約を受けません。その逆に貸し出しが預金を生む。ということはですね、政府に対する貸し出しだってこれと同じなはずなんですね。したがって、えー、結論だけすっ飛ばして言うと、政府の財政赤字は民間貯蓄の制約を受けない、受けるはずがない。 その反対で政府が赤字財政支出をやると民間の預金が生まれるんですと赤字財政支出をやると民間の預金が生まれるんだから財政赤字が民間貯蓄不足に直面することなんかありえないしたがって金利の高騰もありえないただですね政府っていうのは銀行に口座持ってなくて銀民間銀行から,がから直接 えー、借りれないんですね、えー、政府っていうのは中央銀行にしか口座を持っていません日本政府は日本銀行にしか口座を持っていませんので実際のオペレーションはですね、えー、こうなります簡単に言うと中央銀行が、えー、日銀が政府に信用創造をやるということになりますでまず順番で言いますと日銀が国債を購入をすると政府,の政府の日銀当座預金にお金が振り込まれますとそうすると えー、振り込まれただけじゃまだあここにお金があるだけなんですけど政府は例えば公共事業発注するにあたって建設会社に、えー、政府小切手で例えば1億円とか支払いますとそうすると、えー、企業はその1億円の政府小切手を受け取って、えー、自分の取引銀行に持ち込んで代金の取り立てを依頼すると銀行はその小切手相当額1億円を銀行の口座に記帳しますと。とここで えー、新たな預金が生まれてます、これでお金が新たに生まれたんですね、で、えー、そのも、えー、こぎって持ち込まれた、えー、日銀,はあの銀行は、日銀に大手金の取り立てを依頼すると、ここで政府保有の日銀当座預金が、その銀行の日銀当座預金に、えー、振り替わって、えー、銀行の日銀当座預金が増えますと。 いうことで、えー、これはその、えー、ここで増えちゃうので必要以上に、えー、これはですね、日銀東財金というか準備金というのはですね、一定割合を持ってればいいということになっているんですけど、ここであの振り込まれたので、えー、日銀,あの銀行の日銀東財金が必要以上に増えちゃうので必要以上に増えるということは当然、えー、そのお金をなんかんでまた国債買ったりしなきゃいけないので金利が下がります。で、金利が下が下ると。 国債の金利が下が下るっていうことになりますそうするとですね、実は日銀が政府に対してあのお金を貸すと、つまり財政赤字を拡大をするとですねここでえ民間預金、つまり貯蓄が実は減るんじゃなくて増えていて、金利は上がるんじゃなくて下がってるんですね。で、これは日銀はいくらでもこれは、うちでの小槌のように貸し出せますので、えー、財政破綻はしないって話はこういうことだということなんですが、 えー、これで財政赤字は同額の民間貯蓄を増や、預金を増やして国債の金利を下げるんですけれども、ただし、これは日銀の,その国債直接引き受け直接、国債引き受けと言われてまして、財政法第5条の規定による原則禁止です。なんでこれ原則禁止されてるんでしょうか 教えて日銀ってこれ、日銀のホームページ書いてあったんですけど、なんで禁止されてるかっていうと、どうもですね、それをやっちゃうと、中央銀行通貨の増発の歯止めがかからなくなって、悪性のインフレーション要するにハイパーインフレーを引き起こす恐れがあるからだめですということになってます。財政保護上はこれで、原則禁止、国会の技術があった場合はいいということになってます。要するに、国債の直接、日銀が直接引き受けるのは、 ハイパーインフレになるというからダメだとでその代わり市中消化っていうのだったらいいってことになってます市中消化の仕組みこれは普通に行われてるんですけど実際にはこれが行われてます銀行が新規発行の国債を購入をしていますでこれはです、ね、どうやってるかすというと銀行はその自分の持っているその日銀当座預金でその、えーえー、国債を購入するので えー、人銀行保有の日銀当座預金が、えー、政府の日銀当座預金に振り替わりますそれで、えー、政府の口座にお金が入るわけですね、日銀,のあ銀行の日銀当座預金から政府の日銀当座預金に口座にお金に入ると、でまたここからは同じで政府がまた公共事業をやっていうので小切手を切りましたと、1億円切りました、企業はその小切手を持って銀行に持ち込みました、そしたら、えー、お金が払い込まれましたと。 企業に払い込まれまれしたここで預金が生まれました、ここでマネーが増えました、民間貯蓄が増えましたということで、でまたその銀行はあの日銀に代金の取り立てを依頼すると、えー、政府おうの日銀当座預金が銀行の日銀当座預金に振り替えられると、要するにここで、えー、日銀,銀行の日銀当座預金が政府に振り返ったんですけど、ここで戻ってくるんですね、したがって、えー、日銀当座預金の量は変わりません。 でまたこっちにも、えー、お金をあまた国債を買うことができるってぐる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 回るんですね。で、回るたんびにここで、えー、民間貯蓄は減るんじゃなくて増え続けるわけです。で、えー、国債の金利は上がるんじゃなくて変わらないんですね。これが市中小化でやってると、これは普通にやってることです。だから財政破綻しません、金利も上がりません、民間貯蓄は不足するんじゃなくて増えるんですっていうことです。 でここでポイントはです、ね、この銀行お湯の日銀当座預金というのは誰がどこから来たのかというとこれは日銀当座預金準備金というのはです、ね、あの中央銀行が供給するものですからもともとはこれあの銀行は民間銀行は日銀から供給してもらったんですね、この日銀当座預金これを使ってやっていると。したがってよくです、ね、銀行が えー、民間から預金を集めてきてそれで国債を買ってるって言われるんですけど実はそうじゃないんです、民間からこの日銀当座預金は民間から集めた預金ではなくて中央銀行に供給されたものなんですね、これがぐるぐる回るってことですさてで、これはもういくらでもできると、でえー、先ほどですね、えー、その国債の日銀による直接引き受けは、えー、日銀がだめだと。 日銀じゃないあの財政法がダメだと言って日銀のホームページにあるようにインフレを起こすからということなんですけれども実はこれはですねこのぐるぐるは実は直接引き受けと本質的に同じなんですね直接引き受けもう1回直接引き受けに戻ると日銀が国債を直接購入して政府の日銀当資金に振り込みましたとでまた公共事業をやるというので企業に政府がこぎってきてで企業は 小切手を銀行に持ち込みましたとそうすると、新たな預金が口座に記帳してもらったのでここで新たな預金貯蓄が増えましたとで、そうするとこの小切手を日銀に代金の取り立てを銀行はやるので政府保有の日銀当座預金が銀行の日銀当座預金に振り替えられてここでさっきここで申しましたように 準備金が増えます。日銀投税金が増えて、えー、国債の金利が低下するってことが起きる。これがあのー、市中消化の場合は国債の金利は上がら不変なんですけど、えー、直接引き受けだと、えー、超過準備、えー、日銀投税金が増えて金利が下がります。下がるんで、じゃあ金利を下げたくないと維持したい場合はですね、えー、日銀が金利を維持するためには、 国債を銀行に売却して吸い上げればいい上げばわけですすねで、えー。裏を返すと銀行が超過準備が来て余っちゃったんで国債を購入しましたってことになるとそうすると国債金利は上昇しないということで、えー、民み政府が財政赤字の失踪を拡大すると民間の貯蓄が増えて金利が上昇しないこれは直接,引き受け直接引き受けをやって最後日銀が国債を政府にあの銀行に売却した場合はですね これは市中消化と同じなんです、ね、したがって、市中消化と、はいえー、直接引き受けは、直接引き受けは禁止されてるんですが、市中消化と本質は同じです。いずれにしてもうちでの小槌なんです、いくらでもできるんです。だけどこれ、日常的に市場消化をやってますけど、別にハイパーインフレなんかなってませんよね、とどうして教えて、日銀。という、<laughs> こういうことでございますと。 で、えー、それが証拠に、ですね、えー、これはあのー、1990年から、えー、今日まで政府の債務残高というのはずっと上がってきて大変だ、大変だとで金利が高騰する、高騰すると言われたんですがこちら、金利ですけどずっと下がって世界最低水準でもうついにもう見えなくなっちゃいましたと0.03%とかになっちゃってますね。 なんで政府の債務がこんなに膨れ上がってるのにこんなになっちゃったんでしょうかということなんですね。で、えー、一つですね、以上の議論からして、えー、一つですね、応用問題として、日銀が今、量的緩和というのをやってます。量的緩和っていうのは、簡単に申し上げると、えー、ここで、えーせ、ここの図ではですね、えっ、ー、と、 えー、日銀行が国債購入をしてますけど逆に、えー、日銀が銀行から国債を購入すると,、えー、日銀,のとあ銀行の日銀投税金が準備金がどんどん,どんどん増えていきますだから金利が下がるわけですねこれが、えー、いわゆる量的緩和ということです。だからここで どっちかと,とこっちだなこっちに近いですね、日銀があの国債をこれ逆ですね,これ逆ですね日銀があの国債を銀行に売却じゃなくて、その逆に銀行からお金を買ってるわけです、だからどん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 ここに超過、えーえー、準備がたまってるわけですね、だから銀行はもうおあの必要以上にここに日銀当座金がたまってます。 だけど量的緩和でここでいくらお金を貯めてもですね、財政出動で出さない限りは民間貯蓄つまりマネーは増えないんですいくら量的緩和をしてもマネーが増えないのでデフレ脱却できない理由はここにあるんですねここでいくらプールを貯めてもですね、ここから水が出ていかないのでだから意味がないんですねもしここのマネーの量を増やしたければ財政出動するしかないんですが財政出動不十分なままここで量的緩和だけやってるのでだから デフレ脱却でできなないいととうことなんですで出口戦略というのはこの量的和をやめることなんですけど日銀が出口戦略をやめたら国債金利が急騰すると高騰するとだから財政赤字を削減すべきだという議論があるそうですけどこれはいろいろ間違ってましてまずそもそも預金が貸し出しを生むんじゃなくて貸し出しが預金を生むというのが信用創造ですから量的勘はつまり日銀が銀行紛争の国債を購入して銀行の預金を 増やしたたって貸し出はは増増ええなないい民間預金金んです、ね、金ががですすねだだ国債の利がが下るけかもデフレで今、借り手がなくてもう超低金利状態でもこれ以上下がらないぐらい下がってる中で量的緩和やって国債金利をさらに下げることに何の意味あるのかとでもう超低金利で今、銀行の収益を圧迫しちゃってるので銀行収益圧迫っていうのはこれかえってデフレ圧力になってるのでやめてくださいって話なんですね。 だからもう出口戦略したらどうこうって言いますけいいからさっさと出口戦略やってくれとさっさと出てってくれという実はそういう話なんですじゃあ量的緩和数量したらどうなるかというと単に必要以上に準備金を銀行が持ってたのが量的緩和ですけどその超過準備必要以上に超過準備がなくなるので別に普通になるだけなんですねで日銀というのはじゃあ金利側の上げ下げってどうするかというとその、えー、銀行から国債を、えー、買ったり売ったり そういうい普通のオペレーションをすることでで金利を維持してるわけですね。こんなことは別に普通にやってることです。これを金融政策っていうだけの話です。したがって別に国際金利が高騰することなんてどう考えたってありえませんと。でじゃあ、デフレ不況なのでこれの対策に効くのは何かと,とこれ財政質の拡大すれば。あの 貸し出しが増えて、えー、民間の預金が創造されるということなので、そうするとデフレ脱却に効くので、デフレ脱却に効くのは財政支出の拡大だということです。これはもう先ほどからずっと申し上げていることですね。だけど、えー、財政赤字の拡大、それ自体は国際金利を上げるものではないことは、先ほどの市中消化の説明でご理解いただけたと思いますけど、国際金利は財政赤字を拡大したからって上がらないわけです。 繰り返しになりますけど、財政赤字を拡大して、民間貯蓄を吸い上げるってことはなくて、その逆で民間貯蓄が増えるんだから、国際金利が上がるなんてことはないわけです、ただですね、財政出動でインフレで景気が良くなったら、えー、それは金利は上がります、だけど、景気が良くなって金利が上がるってことは、これ、喜ぶべきことも、もしくは目指すべきことであって、なんでそれを心配してるのか、全く理解できないということなんですね。 例えばバブルの時なんて、えー、長期金利なんか6%ぐらいあったんですけどその時誰が財政破綻を心配してたんですかって話です。でそれ以前にです、ね、国際金利があ上がると、えー、負担がどうのこうので、えー、将来につけがどうのこうのって言うんですけどそもそもこれ元の議論ですけど通貨発行権がある政府は財源の心配不要なのになんで国際金利が上がって財政破綻するとか心配してるんだかよくわからないというこういうことでございます。 でえー、ご参考までにです、ね、先ほど申し上げましたように量的緩和をしていわゆる日銀東西預金を増やすマネタリーベースと呼ばれるものを増やしてもどうにもなりませんけれども財政支出を拡大すると景気が良くなると繰り返してますけどこれがまさに日本がそれを示してましてこの緑の点線はマネタリーベースの推移ですが量的緩和をやってマネタリーベースをこんなに増やして いるのに GDP は全然横ばいでで何年効果がないにもかかわらずもう一回やったわけですね両手機関は黒田日銀ででも何にも変化がないでこのブルーが GDP ですけれどもじゃあ赤の点数は何かとこれ財政支出です財政支出を抑制すると GDP はほとんどぴたりと一致して動いてるわけですねこれは子どもでもじゃあこの赤い点数を上に上げればブルーの点数も上がるんじゃないかと思うわけですね でこんなことは、ですねこの2005年あたりまでにそうだったんだって理解すべきことだったんですよね、それをもう一回やっちゃったということで、一体何をやってるんですかねということです。ということで、出口戦略うんぬん観覧って議論は忘れてくださいということです。 で、応用問題の2をもう一個用意しました。よくですね、これ、えー、ローレンス・サマーズが MMT 批判するときに、MMT は閉鎖経済を前提としていて、開放経済では通用しないって言うんですけども、実はこれどういう意味かというとですね、主流派の経済学はこう教えます。えー、主流派の経済学は財政出動は意味がないと。なぜならば、開放経済下では、 財政赤字を拡大すると内需が増え,てでそう増えると、だから財政赤字を拡大すれば確かに内需は拡大します、効果はあるんだけども、そうすると資金が逼迫して金利が上昇すると、金利が上昇すると通貨は高くなる、通貨が高くなると外需が減るから、せっかく増やした内需のが増えたのが外需が減るんじゃ意味がない、だから財政政策は開放経済化では無意味だ。 ここで通貨高っていうのを計算に入れてるんですね。だから主流派経済学は財政赤字の拡大、財政出動っていのは開放経済化では意味がないってそう思い込んでるんですが、従って MMT も、えー閉鎖、財政赤字を拡大すればいいと言ってる MMT はきっと閉鎖経済を前提にしてるに違いないと、こういうふうに主流派経済格が思ってるんです。ところがですよ、MMT は先ほどからご説明しているように、財政赤字の拡大の内需増、 これはそうですけど、その後の資金が逼迫して金利の上昇はありえないと言ってるので、金利が上昇じゃないとじゃ通貨高もありえません。したがって、この議論はなし、以上、ウェブもう終わりと、<laughs> つまりもう、要するに、え主流派経済学が何が痛いかというと、貸し出しが預金を生むということを知らないということなんですよ。預金を集めて貸し出ししてるから、資金が逼迫するんだと思い込んでるんですね。だけど、信用創造っていう基本中の基本。 さえ資本主義の基本さえ理解していればです、ね、こんな議論にはならないんですちなみに MMT は開放経済を前提としてますでそれどころか変動相為替相場性が一番いいと言ってますということです、えー、以上が大体のご説明ですけどまとめますと MMT の批判というのはこうです MMT の批判の第一財政赤字の拡大インフレを招くこれについては全く問題ないどっかで聞いたあれですけど MMT も同意してますから ところが、ハードな MMT 批判は、財政赤字を認めたら、インフレが止まらなくなると言うんですけど、その指摘は全く当たらない。MMT の是非とは関係ない、これはただの事実誤認です。だって、そんな事実は歴史上ないですから。と。まあ、戦争とかやってら別ですけど、それはまた話が違うでしょって話ですね。もしくは、ただの極論暴論です。と。つまり、日本の民主主義なんか信頼できないと。 日本の国会議員はアホばっかりでインフレがいくら進もうがいくらでも野放しに財政出動をやるんだっていうふうに言うんだったらそれはこれありえますけどそれはサン度の極論暴論だしそもそも財政民主主義を否定するとんでもない意見ですよ憲法違反ですということなんですしたがってこれもぺけこれは当たらないで m、MM、m d 批判の2である財政赤字の拡大は民間貯蓄の不足による金利高騰を招くこれはもうそのような批判は全く当たらない断じてないと。 これも MMT のぜひ MMT がどんな議論をしてるかと関係ないです、この話は。単なる信用創造を知らないっていう単なる事実誤認なんですね。したがってこの批判は MMT も同意してるので全く問題ない。これとこれはもう MMT がどうの議論とは何の関係もない単なる間違いだと。いうことでございます。 でえー、提唱者のケルトン氏に聞くというのが日経新聞でケルトンステファニー・ケルトン先生にインタビューがあったんですけどインフレを恐れるなとでやっぱりあの日経新聞は MMT の最大の懸念材料であるインフレをどう防ぐんですかって言ってるんですけどそもそもインフレは問題なんでしたっけと仮に34%のインフレになるリスクがあっても財政支出で長期停滞から脱出した方がいいのではないかと、まあ、要するにデフレ20年で失われている人がなんでインフレの心配してるんですかと。 なんであの拒食症で困ってるのに栄養取れって言われたら、えー、太るから嫌だと言ってるんですかって、まあ、まあこういう話なんですね単にこれだけだということですでこの勘違いがどれだけ深刻かっていうのはこちらでして日本がなんで経済成長はしないんだということで改革だ改革だって皆さんでおっしゃってたんですけど理由日本が成長しなくなった理由は簡単でして これは OECD33 カ国の縦軸は GDP の成長率、横軸は財政指数の伸び率で1997年から2015年、まあ、要するにみんなで構造改革とか言ってた時代ですねこの伸び率を年計算でやりますときれいな相関が出てきてどの国も財政指数が伸び率と GDP の成長率がきれいな相関が出てますアメリカはここ中国はここ中国はなんで成長したか財政指数を伸,び、ま、伸ばしたからなんですねだからで日本はここです だから人口減少がとか、なんか日本的系がどうのとかですね、規制が多すぎてと思関係ない。うるさいよ、そんなのはと。<laughs> 単純にこれで以上ということで。で、しかも見てください。この点線、OECD33 カ国で圧倒的に日本が財政支出の伸び率は低いんですよ。で、圧倒的に GDP 成長率が低い。こんなバカな国が OECD33 カ国に他にないっていう、単純にこれだけの話ですね。これをまあ、20年もやってまいりましたということです。 だとすると、財源は問題なくて、財政支出を拡大したら、GDP 成長して、みんなハッピーだったら、なんでこんな簡単なことやらないんだと、皆さん思われるかもしれませんが、それ以前、じゃあ、なんでじゃあ、MMT ってあんなに、今までの私の話が正しいんだったら、じゃあ、なんでみんな MMT をあんなに偉い人たち批判してるんですかということです。これはもう誰でも思うことなんですね。理由は簡単で、MMT は事実でもって、王様裸だとばらしたからなんです。 王様は裸だと少年が言ったので、王様が激怒して、その少年をボコ殴りにしているわけです。まず MMT 批判の人たちが言っている財政赤字の拡大はインフレを招くって批判してますけど、それはその通りで、MMT もそう言ってるわけです。だけど、これを認めると何が起こるか。 日本はデフレなのに歳出抑制や増税をずっと訴えてきて20年も国民を苦しめてきたわけですね貧富の差が拡大するからとあるいは東日本大震災を復興させたいからとかあるいは大学の研究費が少ないので増やしたいからとかあるいは国際リニアコライダーを誘致したいからとかいろんな要求があったのに全部財政が危機だからそんな贅沢はできないんだ。 それよりも改革しろとか,なんかそういうことでずっと我慢をさせられてきてみんなで我慢してきたんですがそれを20年やってきて今さら財政危機じゃありませんでしたってへえなんて言えるわけがないですよね。それにもし財政出動で MMT が言うように簡単に経済成長なんかされちゃったら今まで何のためにじゃあ,じゃあもう改革しなくていいってことになっちゃうので何かわけのわからない理由で改革をしたい人たちにとっては財政出動なんかで簡単に日本が豊かになってもらっちゃ困るというまあ多分こういうことなんじゃないかなと思います違うんだったら教えてください <laughs>。ということです、これが一つ MMT に批判の2財政赤字の拡大は金利を高騰させるこっちはもっと深刻ですこれはどうしてかと単なる事実誤認です。 だけど、今更でさら、ね、貸し出しが預金を生むという信用創造、資本主義の基本を知らなかったなんて、今さら認められるかよと、不都合な真実なです、例えばポール・クルーグーマンもこれを知らないわけですね、それで MMT を批判して金利が上がると言うんですけどこれ、ポール・クルーグーマンもノーベル経済学賞まで取っちゃったのに、今更さらそれも知りませんでしただって、認められませんということなので、主流派経済学者や政策当局はもう、お願いだからもう引っ込んでてくれと。 多分こういうことなんですね。いや、知りません。そうかどうか知りませんけども、まあ、あの、仮説としてはこういうことなのかもしれません。こういうのを何て言うかというとですね、専門用語ではセンメルベイス反射というのがありまして、通説にそぐわない事実を拒否する傾向があるということは、これは えー、一般に誰ででもあることですでなんでセンメルベース反射というかと,うとセンメルベースっていうのは誰かというとですね1847年にウィーン総合病院のお医者さんでイグナッツセンメルベースっていう方がおられましたこの人は、えー、当時ですね三熟熱っていうのがあって、えー、よくその、えー、出産とともにですねすぐにお,お母さんが死ぬっていう熱出して死ぬっていう妙な病気があって原因が分からなかったんですがセンメルベースはですねどうもお医者さんが分娩してるは三るときは 直熱でみんな知るのに、さ、え、ん、ー、バさんがやってる場合は死なないっていうことに気づいたので、医者が殺してるんじゃないかということで当時、答えを先に言うと、医者の手に細菌がついてたんですね。ところが、当時、細菌っていう概念自体がパスツール以前の話なので、細菌って概念がなかったので、誰も分からなかったんです。ところが、センメルベースはどうも医師の手から何かが出ていて、それがまずいんだということで、医者の手を。 消毒することにしましまたその途端に三浄熱の死亡率がぐっと下がったのでおお、これだと思ったんですがこれを認めるってことはずっと長年医者はです、ね、素手で大勢の母子を殺してたってことになっちゃうので主流派の医師たちはセミエルベースの言うことを受け入れられなくて黙れと。黙れや バカみたたいな感じだったんでしょうねで。センメルベースの発見を1、ね、週また無視しましたでセンメルベースはこれで、あのー、子供が死ぬ親が死ぬっていうのを防げるのでなんとか頑張って言ったんですけどうるさい、黙れと言われてでしまいにセンメルベースは病院をクビになりますで彼の理論は黙殺され続けますで頑張って彼はですね、1860年に著書を発表してこの論的を激しく非難する本を出しました そしたら、どなたかと,うと5年後に精神病院に送られまして、やだと言って逃亡を図ったら、守衛たちに取り押さえられて暴行されて、その時の怪我をもとに死にました。ということなので、通説にそばない事実を指摘すると、こういうことになります。多分私、今ここですね。と <laughs> いうのは冗談ですけれども, <laughs> も,も、もうすぐここかもと <laughs>、えー、いうことでございます。 ということで、まああの、これは仕方のないことで、まあ、こういうことなので私はどうなるかよく知りませんけれども今、多分究極の選択でしてあれだけ、ね、有名な経済学者政策当局が世界中で,で、ね、MMT を批判してますのでどうなるかというと多分選択肢1はです、ね、主流派経済学者政策当局セロの多数派の意見が通るとでこの人たちってのはどういう人たちかというと世の中を動かす力はあるけど考え方が全然間違ってるっていう人たちですね。 一方、MMT の支持者というのは今日ご説明した私の理解が正しければ考え方は正しいんですけど世の中を動かす力は全然ないということで、まあ、このどっちかの2択でございますということでどうしましょうかということなんですけど、まあ、私はこのうち2択しかないんでしたら考え方は正しいが世の中を動かす力は全然ない方を選びますねということです。ごご清聴ありがとうございました。